それでは、3年目ということなんですけども、切りのいいところからのスタートで、新人大会予選1回戦ですね。3年生が抜けて、で、1、2年生になったばっかりのところ、1月ですね。なので、新チームに変わっていて、2年生、2年生、で、1年生もちょっと一部入ってる形かな。で、もう、ついこの間まで、この、新人戦の手前までは3年生が最後の試合っていうのをやってたので、ほぼレギュラーは総入れ替わりで、この須田くんと、トゥポー、それからもう一人、ホトフっていう、この留学生組と、なぜ須田くんだけがレギュラーにいたのかよくわからないんですけど、この3人だけ。あとはもう控えか、ほとんどが多分2軍だった選手になってて、もう本当に新チームですね。連携も取れてなければ、選手も弱いっていうことで。さあ、新人大会予選1回戦。あ、相手チーム見てなかったな。相手チームの情報。西予東でいいのかな。戦力的に物足りない高校ですね。と。チームとしてまとまりもなく十分に勝てる相手です。と。珍しいコメントが出ました。ポジション合ってないですね。フルバックの黄色い選手がいない。フォワードとしてそれなりの能力を持っています。油断できない選手ですってなってるんですけど。一応ここがサッカーでいうゴールキーパーに当たるポジションなので、ある意味超攻撃的なのかな。ね、まだまだですとか。彼は確かな実力を持っている。HB ってなったかな。大量得点差で勝ってほしい相手ではありますが、どうかな。もちろん早送りで。負けてる。向かって左側が弱小攻防高校ですね。今こうして押されてをずっと繰り返しながらで、タイムというか時間経過むちゃくちゃ早いです。上見てもらったらもう後半戦、すごい強い。ちょっと分かりにくいですけど、トライを決めてその後、このトゥポー GK っていう、ゴールキックが入ってる状態ですね。この辺が、選手が弱いと入らないので、新人戦は、これ、それなりに、その前回の強さが残ってるのかなっていう感じですね、チームに。全くゼロでリセットされてしまうと、本当に初戦で負けるので、続けて2回戦。早いなぁ。目標は、この準々決勝、いや、目標とかないな。ではでは、続けて。あ、相手チームの努力見直せた。負けたら強かったことにしよう。この、全然得点がお互い入らない試合っていうのもあって、これなんかだと今、相手チームはトライしか決めれなくて、キックが入らなかったと。うわ、もうちょっと、怖いな。もう、ちょっと、なんとか。スタミナもあるので、後半になってぐっと試合展開が変わったりもしてきます。勝っても負けても、泣き崩れるシーンが流れるっていう、面白さ。相手は青学館ですね。かなり強いチームのはずです。これは知ってる。ゲーム内で見てて強いなと思って覚えてたんですけど、確かな実力を持っている、フルバックですね。で、能力の高い TP。これがスリークォーターバックらしいです。ちょっと見たんですけど、攻守にわたって優れた動きを見せますっていうのは、このコメントが出るのはかなり強いと思いますね。能力の高い、確かな実力を持つスリークォーターバックです。で、さっきちょっとわからなかったこの HB っていうのがハーフバックですね。確かな実力、確かな実力、なかなか実力のあるフォワードですと。ちょっとこの辺がね、別段取り柄のないフォワードです。特に注意する必要はないでしょう。言われたくないね。それは言われたくない。
まあ、フォワードがそんなにっていう感じなのかな。でもまあね、そのトライを狙ってくる後ろのウイングの人たちが強いので、ガンガン来るかな。かなり左右に振ってる。ああ、収めてトライじゃない、キックも入って、もう前半がすんなりと終わると。いやー、3回戦かな、まだこれ今。時間がない。時間がちょっと、早い。新人戦は3回戦止まりかな。全体的に能力を見たいので、コンビネーション、それから筋力、持久力、休憩挟んで瞬発力、あと何入れようかな、戦術と、でこの辺りで選手の能力の違いっていうのをちょっと見れたらなと思います。ではもう前回言ったんですけど、これで僕の作業終わりです。あとは1年間この下の日程進行を押し続けるだけっていう、本当にそれだけです。で今ので、3年目2月1週目前半の練習結果ですということで、コンビネーションという練習を1週目前半はしました。すると成長度合いというのがここに出てきます。こうやってこの矢印では正直ちょっとよくわからないです。こうやって出てくるので、順番に、この左上に FW、フォワードって書いてて、で、赤坂くん。丸を押すと息の合う選手が一部いますが、それ以上に息の合わない選手が多いですと。で、須田くん。チーム内にわずかですが、連携の取れてない選手がいます。ということなので、まあ、赤坂くんよりは須田くんの方が、多少連携に対して、まあ、チームにマッチしてきてんのかなと。あとはなんか珍しいコメントあるかな。少しですが連携が合うようになってきました。もっとうまく連携が取れるようにしましょう。これがね、難しいです。これと、チーム内にわずかですが連携の取れてない選手がいます。どっちが上かですよね。少しですが連携が合うようになってきました。もっとうまく連携が取れるようにしましょう。ちょっとだけ取れるようになったと取って、で須田くんは取れてない選手が一部いますっていう取り方をすると、まあ、須田くんの方が上ですよね、まあ、おそらくスタメンでずっといたのでこっちのコメントの方が上だと思うので、段階で言うと息の合う選手が一部います、少しですが連携が合うようになってきました、チーム内にわずかですが連携の取れてない選手がいますっていいのかな。なんかどれもわからなくなってきたな。ということで能力を調べないといけないと。細かくデータを取る、こう日程進行で進めて丸を押して、で出たこのコメントの違い、だいぶスタミナがついてきました。で全くスタミナがありません。こういうコメントを見ながら試合に出すにはまだスタミナが足りません。どれがどれやねんとは思うんですけど、これを見ながらですね、チームが強くなったか弱くなったか、その各選手がどうなってるのかを見極めていくと、これ見ないと本当勝てないです。まあ人によってはあるのかな、攻略法が。まあ他にやってる人多分いないですけど、今これなんかフルタイムで動いても足が止まりませんとか、究極はね練習の必要がありませんとかいう表現が出てきますね。もう他の練習をしましょうみたいな。これを眺めながらデータを取っていくと。でまあグラフまとめておくので、現在この新人戦が終わった段階での選手の能力と、で、次が次回いつかな、次回が、まあ、練習試合はいいので、3月、あ、2ヶ月分しか見れないのか。もうちょっと先に試合があるので、そこで能力がどうなってて、試合がどうなるかというのをまた、記録を取りながら進めていきたいなと思います。
では、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。テロップ動画や実況動画、それから工房の活動を紹介しているラジオ動画もあるので、そちらの方もよろしくお願いします。ではまた。